ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおはようございます。ミネオです。今回は、マンタ特化型に寄ったビルドを作成しましたので、ご覧いただきたいと思います。まあマンタしか使えないわけではないんですが、限りなくアイシクルミサイルを特化したような形でこのブラームソルジャーを作ってみました。スペックの方等はまた後でご覧いただけたらと思います。まずはじゃあ、一度戦いの方をご覧いただいて、1回目はね、一応この射撃武器っていうのかな、この銃の方を一応ですね、このコントロールショットのまあレジェンダリーをつけていってみたいと。でもう少しタイムがね、一応30秒近く出てる分があるんで、そちらは一応ね、草月を、まあ、装備してということなんで、一度またその草月をね装備したやつで2戦目行ってみたいと思いますので、それぞれご覧ください。はい、それではどうぞ。はい、では空を切り裂くもの行ってみたいと思います。でパターン的には相手の左足を先に潰しながら、まあ、その後胴体およびその後ろ足を狙って転倒を狙っていく形、その間にフリーズをかましていって一気に削っていく、そういった戦法になります。で一応これ無敵時間等は一切積んでないので、まあ、そのあたりちょっと不安な方はね、どっかオプションで1箇所つけておけばいいとは思います。さあ始まりました。さあこの左足をまず狙ってこういう感じですね。まずは凍らしながら、はい、いい感じでミサイルを放っていく。あ、いいですよ。で、後ろ足も攻撃していけば、これで後ろ足も破壊できちゃう。いいペースですね。うん。もうここは、あとはもうひたすらね、ビームを打って、溜まれば愛しくる。はい。ビームを打って、溜まれば愛しくる。まあ、こういう形になります。はい、無事撃破という形ですね。このパターンが一番安定しているのではないでしょうか。今回は安定してたね。今回のアレとっても素敵でしたわ。はい、無事じゃあミッションクリアということで、タイムの方がどうでしょうか。今回はベスト30に及ばず48秒という形でしたね。じゃあ続きまして、銃を草月に変えたパターン見ていただけたらと思います。それではどうぞ。はい、じゃあこちらね、草月を装備したパターンで、まあ、攻撃のパターンは一緒ですね。左足を狙いながら、あとはひたすらアイシクルを打っていく。まあ、この草月の攻撃力分やっぱりかなり削りは早いのかな。ただ草月ね、玉切れすぐ起こしちゃうんだよね。これかなり積んでないとかなりなんていうのかな、使いにくい、うん、そういうとこがあるので、そこだけは注意していただけたらと思います。さあ前回ね、これで34秒だったんですけど、今回どうでしょうか。悲しいのは、まあ、あと縮める部分といえば、ある程度もうね、クリティカル出るか出ないかって、そういう部分にはなってくるとは思いますけども。はい、じゃあ2次ミッションクリアということで。はい、42でした。惜しい。ということで、まあこんな感じですね。安定しては倒せてるかなとは思います。それでは、詳細ね見ていきたいと思います。はい、というわけでブラームソルジャーの特化型ねビルドを見ていただきました。で、じゃあ細かくね見ていきたいと思います。このローグソルジャーじゃない、ブラームソルジャーなんですけども、一応ですね、セット装備が右下あるように、フリーズ状態付与する蓄積値、
あとフリーズ状態敵へのダメージが、かなり強くなってますということで、これらのね、ボディ、レフト、ライト、アーム、それぞれ、ですね、フリーズ状態の蓄積値を貯めるとか、フリーズ状態の敵へのダメージ、そういったものの数値を厳選して装備してあります。はい、こういう形ですね。なので、レジェンダリー等でこれらのオプションがついている場合は、よりもっと強くなる可能性を非常に秘めている形ですね。で、武器の方が一応ですね、一応メインで使っているやつもこちらなんですけど、こちらもフリーズ状態を付与する蓄積値がついている形です。はい、でちなみに全体の数値といたしましてはこのようになりまして、フリーズ状態に関しては、250超えたら割と体感的に高くなりますね、やっぱり。で氷属性、およびフリーズ状態敵へのダメージに関してはもう少し数字やっぱ伸ばさないと、ちょっと他のボスでは時間かかっちゃうかもしれないですね。はい、でこれ必殺のダメージがね、なんか反映されてるのかされてないのか、ちょっと微妙なとこなんだけど、一応数字的にはこういう感じですね。なのでフリーズ状態敵のダメージできたら150以上、氷属性ダメージに関してはやっぱ 50% 以上は欲しいところじゃないでしょうか。はい、では次マザーボードちょっと見ていきますか。あくまでこの辺りはね、参考程度に見ていただけたらと思います。で、こちらの戦闘チップに関してはクリティカルメインとダメージ軽減、そして、こちらのね CPU に関しては、まあ伸び率がやっぱ高いんで必殺技アサルトレベル2をつけております。で、こちらメモリーは氷属性メインにつけて、一応余ったところにクリティカル、そしてもちろんアイシクルと一応クリティカルでパワーファクターという形、パワーがまあどこまで反映されてるのかもよく分かんない感じです。あとこの辺の電源に関しては TP リジェネ、ブーストリジェネ、フォース効果、時間延長という形になります。はい、じゃあ続きまして、パイロットですね。パイロットスキルなんですけども、はい、雨宮君で一応氷属性ダメージ 20% アップ、必殺技ダメージ 10%、これ大事ですね。射的攻撃で TP 回復、そして霊的な分析、状態上敵へのダメージが 20% アップ、そしてショットガンダメージ 20% という形にしてあります。はい、全てレベルは5になってあります。はい、こんなところでしょうかね。はい、というわけで、今回ね一応、マンタ安定特化型ビルド、ブラームスソルジャーを紹介させていただきました。他では使えないわけではないんですけども、まあ、安定して、まあ、大体30から50秒ぐらいで倒せるのが魅力的ではないでしょうか。よかったら皆さんも作ってみてください。それではありがとうございました。失礼いたします。